えよろしくお願いいたします。東京大学の宮尾と申します。えっと、まあ私はあの自然言語処理の研究をずっとやっておりまして、まあ、そういう意味で今日はだいぶアウェーな感じなんですけれども、あのお手柔らかによろしくお願いいたします。えー、まあ東京大学の方で仕事してますけれども、あと最近はその国立情報学研究所の大規模言語モデル研究開発センターというところで客員をやらせていただいていて、まあ、今日の話はそこら辺でやっている仕事がメインになります。 でえー、まず最初自然言語処理とはという話ですけれども、えーとまあ、日本語や英語というその我々人間が普段使っている言葉をコンピューター上で、えー、理解して生成するという、まあ、そういう研究になるわけですね。でまあ、質問応答とか対話システムとか機械翻訳とか、えーまあ、イメージされると、まあ、自然言語処理っていうのがどういうものかっていうのはなんとなくわかるかなと思います。 で我々人間というのはまあ私も今自然言語で講演しているわけですけれども人間同士の情報のやり取りってまあ大部分自然言語ですので、まあ、こういう自然言語をコンピューター上でまあ理解して生成するということができるようになれば、えー、非常に人間社会にとっても有用であるということが言えると思います。 で実はですね、私自身、えっと、もう20年ぐらい前になると思うんですけれども、うんえっと、生命科学の論文、文献から、えー、いろんな情報を抽出するという、まあ、テキストマイニングという研究に少し携わっていたことがありまして、まあ、これはもちろん当時の技術でやっていたんですけれども、まあ、例えばパブメドのような、えー、大量の論文があ、データがありますと、まあ、それに対して何か言語処理、 のツールを使って、そこから例えばタンパク質間の相互作用とか、まあ、そういうデータを抽出する、あるいはその論文データを構造化するといったことをやりまして、でまあ、それを使ったそのテキストマイニングシステムというのを開発してました。<laughs> でこれあの、本当に20年近く前のスライドから引っ張ってきたものなんですけれども、えっと、これは何かっていうと、まあ、上に検索窓がありますけど、普通検索するときって、まあ、キーワードを並べるわけなんですけど、このシステムは、その主語、術語、目的語というのをこう入力することができるようになってまして、まあ、この例だと、その P53 って、何でしたっけ、えっと、遺伝子ですか、タンパク質ですか、すいません。 それ自体もよく分かってないんですけど、まあ、なんか P53 っていうものがまあ何かを活性化するっていう、まあ、集合術語関係が書かれているようなまあ論文を抽出しましょうというので、下に検索結果が出てます。だ単に同じ論文の中に2つの単語が出てるっていうだけじゃなくて、まあ、それが集合術語関係にあるっていうまあ意味的な解析をした後に、こういう検索をできるようにしたというものです。 でまあ、これも似てるんですけれども、こっちはその遺伝子と病気の関係ですね、まあ、この遺伝子はこの病気と何らかの関係があるみたいなことが報告されている論文というのをあらかじめ自動抽出しておいて、まあ、それをデータベース化して、でまあ、それをこうブラウズできるようなシステムというのを作ったりしていました。というのがまああの20年前の話で、まあ、その当時はやはりその当時の,その言語処理の限界もあって、まあ、制度面とかいろんなところで、 えー、限界もあったんですけれどもおそらく今ご紹介したようなシステムっていうのは今現在の自然言語処理の技術を使うと、まあ、かなり精度よく、まあ、実用レベルで、えー、実現できてもおかしくないというふうに思っています <laughs> でなぜそれができるようになったかっていうのが、まあ、この大規模言語モデルというものなわけですなので、まあ、残りの時間でこの大規模言語モデルの話をしていきたいと思っていますえー、っとで大規模言語モデルによる自然言語処理というのはあの 伝統的な自然言語処理っていうのは、まあ、何かやりたいことがあるまずはその、えー、タンパク質の相互作用を論文から抽出したいっていうふうに思ったら、まあ、そのための、えっと、学習データを用意してで、まあ、機械学習のモデルを学習して、まあ、そのためのシステムを作るっていうのが割と一般的なやり方でしたでそれと今の大規模言語モデルを用いた自然言語処理の一番大きな違いっていうのは その特定の問題、タスクごとに、えー、学習データを作って学習するっていうプロセスはも,うもはややらないと。大規模言語モデルっていう、まあ、巨大な何かモデルがあって、まあ、それに対して自然言語で何か指令をする。えーまあ、プロンプトと呼ばれますけれども、まあ、この例だと、その明日の天気を教えてとか、次の文章を英語に翻訳してくださいって書いてますけど、まあ、これを例えばその論文の中から、次に上げる論文の中から、タンパク質感の相互作用を抽出してくださいっていうふうに言うと、 そういうい学習をしなくても、ある程度そういう指令に基づいて、自然言語処理をやってくれるという、まあそれ、それが最近の大規模言語モデルで実現されているということです。まあ、つまり、えっと、あらかじめ特定のモデルを学習しておかなくても、さまざまなことを実現できるようになったということになります。で、まあ、なぜこれが可能になったかというのを、まあ、少しだけ中身をお話ししたいんですけれども、 も、えっともとその言語モデルという、えー、なんていうでしょうか技術といいますか、えー、理論っていうのはそれこそ何十年も前からあったんですけれども、まあ、それを非常に大規模化したものが大規模言語モデルと呼ばれているものですで言語モデルとは何かということなんですがこれ、まあ、実は結構簡単な話でして、まあ、何か単語列で,ですね、まあ、テキスト何でもいいんですけどプロンプトでもいいし、えー、っと論文でもいいし、まあ、とにかく何かテキストがあった時に、まあ、今長さ K の 単語列があったとしますと、まあ、その長さ系の単語列の生成確率のことを言語モデルと生成確率を与えるものを言語モデルというふうに呼びますで、まあ、普通の,あの確率の,、えー、こうあの定理に基づいて分解するとこういう確率の積ですね、えー、と単語列1から i-1 までの単語列を条件にした次の単語の確率をどんどん掛け算していくと、まあ、あの単語列全体の確率が求められるというわけです これ直感的には何をやってるかっていうと、まあ、あるテキストが与えられた時に次にどの単語を出,すあの出力すべきかというのをモデル化しているので、えー、まあ要はその人間が書きそうな人間だったら次はこの単語を書くよねっていうのをこう学習させたものが機械学あの大規模言語あの言語モデルと呼ばれているものです。 まなので、えっと、大規模言語モデル以前でも、こういうモデルを学習すると、いかにも人間が書いたっぽいテキストを生成するってことはできてたんですけれども、昔のモデルだと、なんとなく人間が書いたっぽいんだけれども、意味はめちゃくちゃであるとか、そういう状態だったのが、最近はあの意味をしっかり理解した上で、次の単語を出力するようなモデルが実現できてきたというのが、内実になっています。 でまあ、今言ったようにその単語列の生成確率あるいはあるテキスト単語列が与えられた時の次の単語の生成確率というのを、えー、データから学習するというのが言語モデルの本質であるということです。で「まあ、我が輩は猫である」「名前は」っていう単語列が来たら、まあ、普通はまあ我々はこの文章を知ってるので「まあ、猫」ん「名前は何だっけまだ」 そういう単語列を出すだろうってことが予測できるんですけど、まあ、その人間が脳でやっているそういう処理を、まあ、あのあの大規模データ化の学習で実現したということになります。で、まあ、これができるようになると何ができるかといいますと、まあ、今言ったようにあるテキストが与えられた時にそれに続くテキストあの単語を次々に出,、えー、出力していくと文章を生成することができる。 まだから最近生成 AI ってよく言いますけれどもそのテキストの生成 AI に関して言えばまあ内実としては単に次の単語を次々予測しているだけといえばまあそれだけの話です。まあ、だから次の単語を予測するのはまあある意味分類問題ですね、まあ、数万単語ぐらいの,キャの候補の中から次の単語はこれだっていうのを予測するのをひたすら繰り返していくとまあ最終的には長い文章が生成できているということです。 まあ、そしてあともう1個大事なこととしてその、まあ、こういう条件付き確率ですねテキストがある単語列が与えられた時の次の単語の予測っていうのがあ、まあ、すごく精度よくできるようになると最初にこのあるテキストをまず与えてあげてその次にどういう文章が続きますかっていうのを計算することができるようになるでここの一番下の x1 から xn っていうのはいわばプロンプトですね そのチャット g p t とか使う時に我々が入力するテキストがこの X1 から Xn に対応していてでまあこういうプロンプトを与えた時にじゃあ次にどういう出力をしますかというのを大規模言語モデルに計算させているのがまああのチャット g p t とか最近よくあるああいうチャットボットになるわけです。<laughs> で、なので問題はこの、これですね、この確率モデル、あるテキストが与えられたときに、その次にどういう単語が来るかっていうのを、まあ非常に精度よく人間のように計算できるようなモデルが学習できればいいんですけれども、えー、まあこれ長らくいろんなやり方があったんですけれども、まあ今の大規模言語モデルのベースになっているのが、まあ、ニューラル言語モデルと呼ばれているもので、 まあこの次の単語を予測するための計算というのを非常に大規模なニューラルネットワークで実現するというものです。で、まあ、これ、詳細を今日お話しする時間はないんですけれども、えっと、まずその各単語に対して、そのニューラルネットワークというのは基本的にはその、えっと、ベクトルからベクトルへの変換をひたすら繰り返すっていう、まあ、今,の今現在の,あのニューラルネットワークというのはそういうシステムになっているので、まあ、ただ単語っていうのは記号。 なのでまず最初に書く単語をその、えー、意味を表す、えー、ベクトルに変換します。この太字の W ってやつですね。ちょっと見にくいかもしれないですけど、あの太字じゃない W っていうのは単語で、それを太字にしたものがそのベクトル、その単語に対応するベクトルになります。で単語埋め込みとよ,よく言われますけど、まあ、単語の意味を表すようなベクトルだと思ってください。まあ、大体、まあ、数百次元ぐらいのベクトルを使うことが多いです。 でここまでそ,のそうするとだからベクトルの列ができるわけですね。この w1 から w4 までは、えー、ベクトルの列なんですけどでこの各ベクトルをマニューラルネットワークに入力してあげるとその結果別のベクトル h って書いてあるこの h っていうベクトルが計算されます。でこの h を使って次の単語を予測すると。まあ、なんでこの h っていうのはこの次の単語を予測するのに有用な情報を何らかの形でベクトルにエンコードしたような。 ものになるでそういうふうに次の単語をうまく予測できるようにその予測できるようなベクトルを計算うまくするためのニューラルネットワークっていうのを大規模なデータを使って学習するという、まあ、そういう仕組みになっているってことですね。で、えーまあ、このだからこのニューラルネットワークを使うことで、まあ、その人間に近い非常に高精度な言語モデルが実現できるようになったんですけども、まあ、この特にこのニューラル言語のモデルの中でも、えー 現在の大規模言語モデルを実現している鍵となる技術っていうのがトランスフォーマーと呼ばれているニューラルネットワークのアーキテクチャです。でまあ、このトランスフォーマーっていうのは多分聞いたことある方も多いかなと思うんです。けれども、まあ、このトランスフォーマーの仕組みをちゃんと説明しようと思うと、多分それだけで30分ぐらいかかっちゃうので、まあ、今日はちょっと割愛させていただきますが、えっとやっていることはさっきのニューラル言語モデルと割と近いというか、まあ、ほとんど同じで。 えっとまずその各単語に対してまあ何か単語埋め込みを計算しますとこの x1、x2、x3、x4 っていうのは各単語の意味を表すまあ何らかのベクトル表現でまあそれを,これそれをえ最終的にはえ各単語に相当するまた別のえベクトル h1 から h4 までっていうベクトルに変換するということになっています。 でまあ、この変換の間に何をやってるかっていうことなんですけれどもいろいろごちゃごちゃ書いてありますけど一番鍵となるのがこの赤字で書いているこの「QKB 注意機構」と呼ばれているものです。でまあ、直感的にはその各単語とその同じテキスト中のすべての単語のペアに対してその関係性を計算してあげてでそれに基づいて各単語のベクトルを変換するということをやっています。 えっとまあ、だから例えばこの「猫」っていう単語があったらこの「猫」と周りにたくさん単語があるわけですけどそれぞれの単語との関係性を全部計算、えー、してあげてで、まあ、その関係の強さに応じて、まあ、そ,のその関係が強い、えー、単語のベクトルはよりその、えー、重みが大きくなるような形で重みつきはっていうのを計算してあげて最終的にこの H3 っていうのが計算されるとで、まあ、これをひたすら繰り返していくと。 この文章全体の中でこの単語っていうのがどういう意味かどういう役割かっていうその意味とか文脈といったものがだんだんこの H の中に計算されていってでこのトランスフォーマーっていうこの点線で囲ったブロックを何,か何十段か重ねるわけなんですけどそれをだんだん層を重ねるにつれて情報が抽象化されていって今現在実現されているような非常に高度な自然言語理解ができるようになっているというような仕組みになっています。 まなので、ポイントとしては、まあ、あの言語モデルというのは基本的に次の単語が何かっていう確率モデルで、まあ、それを人間並みの精度でやるための技術として、このトランスフォーマーっていう、まあ、文章中における各単語の意味やら役割やらっていうのを抽象化して学習するための仕組みっていうのが入っているということになっています。で、最近はですね、これをさらに適宜自然言語以外にどんどん拡大していくっていう試みが盛んに行われていまして、 典型、まあ、的なのは画像ですけれども、まあ、どうするかっていうとそのさっきの言語、えっと、トランスフォーマーとかニューラル言語モデルっていうのは最初に各単語をベクトルに変換します写像しますって言いましたけど同じことを画像に対してもやればいいわけですね各画像を、まあ、ベクトルに変換してあげてで、まあ、その画像の中の情報をうまく表現しているようなベクトルをとして入力してあげればそこから先はもう全く同じ、えー、モデルが使えるわけです。 まなのでま例えばこういうま猫が遊んでいるえ写真があったらまここ矢印これ書いてますけどここには実際にはそのえっと画像処理でよく使われる例えば畳み込みニューラーネットワークとかあるいはトランスフォーマーを画像に拡張したようなビジョントランスフォーマーとかまあいろんなモデルがあるんですけどまあそういう画像処理用のモデルっていうのを使ってあげてここのベクトルを計算してあげるとまそうするとまそこから先は既存のえ言語モデルが使えるということになるわけです。 でこれ、画像以外でもあの何でもよくって、ああ時系列数値データであったりとか、データベースでもいいと思うんですけど、これを変換してあげることで、いろんなタイプの画像とテキスト、両方を入力して、それに基づいてテキストを生成するということが可能になるということです。はい、で以上がまああの非常に簡単ではありますけれども、大規模言語モデルの仕組みを簡単にご紹介させていただきました。 でまあ、基本的な原理は今の通りなんですけれども、まあ、実際に皆さんが目にするような、えー、その使えるレベルの大規模言語モデルを開発するためには、実はそれ今話しただけだとダメで、今話した内容だけだとダメでして、まあ他にもいろんな、えー、中身があります。まあ、それについてもう少し詳しくお話ししようと思っています。 であの今現在、その先ほど私で、えっと、国立情報学研究所の客員やってますと言いましたけれども、えっと、その国立情報学研究所が中心になってその日本のいろんな、えー、研究者が集まって大規模言語モデルの研究開発をするという大きなプロジェクトがありまして、まあ、LLMJP と呼ばれているんですけれども、まあ、ここで、まあ、私も参加して。 大規模言語モデルの研究開発をやっていますでまあこれはその目的としてはオープンソースでかつ日本語に強い LLM を構築しましょうと、まあ、それに付随する研究開発をやりましょうというプロジェクトでして、まあ、本当にあのいろんなところから、まあ、あのなかなかないかなり横断的なプロジェクトになってます、まあ、大学もそうですし、まあ、企業の方もいっぱい入ってて多分今千何百人か えっと、名前だけの人も含めれば多分2,000人近くいるんじゃないかと思います。で実際その、えっと、このプロジェクトの中で開発したさまざまな、えー、言語も大規模言語モデルとかその開発に必要なツールやらデータやらっていうのを全て基本的にはオーブンにしています。でこの大規模言語モデルの開発どうやって行っていくのかという話なんですけれども、まあ、先ほど申し上げたそのあるテキストが与えた時に次の単語を予測するっていう 部分ののの学学習習とというは、ここ事前呼ばれるところに対応します。まあ、最初その、えー、っと初期モデルですね、えーっと、巨大なトランスフォーマーをまず設定して、でパラメータをランダムに初期化しておくと。でそれに対して、事前学習コーパスっていう、まあ、これは普通のただのテキストですね、インターネット等からクロールしてきたようなテキストっていうのがありまして、まあ、その大規模なテキストを使って学習を行うと、事前学習済みモデルというのが出来上がります。 大体いい事前学習コーパスっていうのは、例えば先ほどの LLMJP の最新のモデルっていうのは、だいたい2兆5ぐらいのデータを使って学習しています。で、じゃあ、そこで終わりかっていうと、まあ、実はこの後ろ側にもうちょっとこれも大事なところがあって、で私自身、この今、まるで囲った部分っていうのに、主に LLMJP の中で携わっているので、まあ、このあたりを少しご紹介したいと思っています。 まあこの部分はそのチューニングとか評価と呼ばれているところなんですけども、これは一体何のためにやるのかという話なんですが、まあ、それを理解するために重要な概念として、アライメントという概念があります。<laughs> えっと、先ほどお話ししたように、LLM っていうのは、まあ、あるテキストがあったときに、次の単語は何が最もらしいか。だかその人間が書く自然なテキストを作ろうとしたときに、次の単語は何が来そうかっていうのを えーまあ、コンピューター上で計算できるようにしたのが大規模言語モデルなんですけど、まあ、じゃあそれを,実それをやれば、えーまあ、チャット GPT のような何か指令を入力したらそれに対して適切な答えを返すようなモデルができるかっていうと実はそんな簡単な話ではないというのがこの例で、まあ、下に2つ四角で囲ったテキストを示してますけど左側の例っていうのは、えー、大規模言語モデルの事前学習だけを行った。 モデルのの、えー、実際の出力です、まあ、LLMJP のプロジェクトで Slack 運用してるんですけどその Slack 上でこう実際、えー、見かけられた例を取ってきました。で好きな果物を教えてくださいっていうテキストが入力なんですけどそれに対して言語モデルは何を返すかっていうと、まあ、果物は季節においていろいろなものがありますよねうんるんかんるんって書いてある。まあ、これテキストとしては非常に自然ですよね。 好きなことはも教えてくださいって、まあ、タイトルっぽいんですかね、このタイトルに続けて何かそれっぽい文章を書いてるっていう意味で、あの自然な文章を生成するっていう意味では、全然間違ってないわけですが、我々がこが大規模言語モデルを <coughs>、失礼しました、我々が大規模言語モデルを使うときっていうのは、基本的には何か質問なり、指令なりが入力されて、それに対する回答が欲しいわけですね。 単にテキストに続く文章が欲しいだけじゃなくて、えっと、何か質問やら指令に対する回答っていうのが欲しいわけなんです。で、まあ、こういうその入力がその、えっと、質問やら指令だというふうに解釈してそれに対して人間がすべきもっともらしい回答を返すっていう、まあ、そういうことをアライメントっていうんですね。その人間の、えっと、要求やら倫理観に合うような、えー あの振る舞いをさせるっていうことをアライメントっていうふうに呼びます。でこの右側の例っていうのは、えー、と実際にそのチューニングっていう、えー、これからお話しするような技術で、まあ、事前学習したモデルを、えー、さらに学習をしたモデルが返す答えなんですけど、まあ、あの私は AI なで人間じゃないので、まあ、好きなものっていうのはありませんっていう回答をすると、まあ、これはまあ,あの正しいっていうかあのちゃんと質問と回答になっているというわけですね。 まあこういうい入力に対してえその人間の要望や期待に合う回答を生成するように LM、の大規模言語モデルを制御するというのがアライメントと呼ばれるものでこれは今お話ししたように質問に対してちゃんと答えを返すというだけじゃなくってえっと偏見や有害な出力をしないでまあ人間の倫理観に合うような出力をするという。 まあチャット GPT とかと使ってると、まあ、ちょっとあまりよろしくないプロンプトを入力すると、まあ、回答を拒否したりなん、まあ、でダメなのか説明してくれると思うんですけど、まあ、あれもアライメントの一つであるというふうに言えます。はい、でじゃあこのチューニングっていうやつですね何をするのかという話なんですけどあの、まあ、チューニングのやり方大きく分けて2つあってインストラクションチューニングっていうのと人間のフィードバックからの学習っていうのがありますが まあ今日時間がないので、一つ目のインストラクションチューニングだけ少しご紹介しようと思うんですが、これは非常に簡単で、こういう入力が与えられたら、こういう出力をしましょうっていう、その入力と出力のペアを人間が作ってあげて、それを使ってその事前学習モデルをさらに学習を進めるということをします。まあ、要は、いわゆる教室き学習ですね。はい <coughs> で、まあ、このチューニングというのが、ま、注目された一つのきっかけが、このインストラクト GPT と呼ばれているもので、あの、ま、チャット GPT の、ま、初期バージョンというか、そういうのちょっと前に出た論文ですね。もともと GPT-3 っていう大規模言語モデルがあったんですけど、まあ、それは、 あの事前学習済みモデルそのもので、まあ、さっきお話したような問題があったんですけどこのチューニングということを行うことで、まあ、よりその人間が期待するような出力をさせるようにできるというのがまあ分かって、まあ、その後これこういう技術が一般的になったというものですでこの左側がインストラクションチューニングで右側が人間のフィードバックからの学習なんですけど、えっと、インストラクションチューニングっていうのは、まあ、先ほどお話ししたように基本的には人間が何か入力プロンプトが与えられた時に えっと人間が作った回答の確率が高くなるように学習を行うと、まあ、これは損失関数ですね、L っていうのは。えっと、大規模データ、インストラクションチューニング用の学習データ D というものを与えたときに、まあ、その,あの大規模言語モデルのパラメータをその学習データを使ってアップデートするんですけれども、まあ、そのときにその、あの あるプロンプトに対して人間が書いた正解というかまあ、こういうふうに回答しましょうっていうお手本に対して教室付き学習をするということです。で、まあこのチューニングっていうのはその事前学習に比べると圧倒的に少ないえっ、ー、とまあ、例えば数千とかせいぜい数万とかまあ、そのぐらいのデータで学習するだけでえっ、ー、と言語モデルの振る舞いはかなり変化しましてあのまあ、このチューニングによってかなりその本当に振る舞いが変化して けない回答するようなデータでチューニングするとそっけなくなりますし、えー、長々回答するようなチューンあのデータでチューニングすると長々回答するようになるって、まあ、そんな感じになります。でもう一つあの今チューニングというその事前言語大規模言語モデル事前学習モデルをそのに対してこのアライメントがうまくいくように学習させるのがチューニングですけど。 評価っていうのは、じゃそのアライメントがしっかりできているかを客観的に、えー、測定するための技術というわけで、まあこれも非常に大事です。で、評価がすごい大事っていうのは、まあもちろん皆さんもわかると思うんですけど、実は大規模言語モデルの評価ってかなり難しくって、まあ、なぜかというと、まあ昔の自然言語処理っていうのは基本、入力と出力は大体決まってたんですね。論文からタンパク質感想関作用を抽出しなさいって言われれば、 それに対して正解データを作って評価するってことができたんですけれども大規模言語モデルっていうのは何に使われるかわかんないんですねありとあらゆるその言語が関わる問題に適用される可能性があるので、まあ、どういう入出力で評価すれば LLM 大規模言語モデルの性能を評価したことになるのかっていうのは全然自明じゃないので、まあ、非常にこの大規模言語モデルの評価っていうのは今でも活発に研究がされています。 でまあ、いくつかやり方があるんですけどもちろん人間が評価するっていうやり方もあるんですが、まあ、今日はその LLMJP の中で、えー、開発したこの LLMJPEVAR っていうのを少しだけ紹介しますこの LLMJPEVAR っていうのは基本的にはその自然あの既にその既存のいろんな自然言語処理のタスクのデータセットっていうのを集めてきて、まあ、それを一括で評価できるようにしたフレームワークですで、まあ、ここで使ってるデータセットのことを JASTA って呼ば,呼ばれてるんですけど で、えっと、まあこれ、最近発表した LMJP の活動に関する論文から抜粋した表ですけど、縦軸はあのモデルですね、大規模言語モデルのいろんなバージョンが並んでます。で、この横軸が何かっていうと、まあ、先ほど言ったように、大規模言語モデルってどういうタスクで評価すればいいのかわからないので、あのいろんなタイプの,あのタスクを用意しておいて、まあ、それを横断的に評価できるようにしてます。 まあ例えば QA っていうのは質問応答ですし MT っていうのは機械翻訳ですねで MR っていうのはその数学的推論、まあ、いわゆる算数の問題みたいなやつを集めたデータですし MC っていうのは確かマルティプルチョイスですかね多種選択問題だったと思います、まあ、こんな感じでこういろんなタイプのタスクを集めて評価してあげるとあの、まあ、このモデルがどういうことができてどういうことができないかっていうのがよくわかるということです まあ実際の評価タスクの例、ちょっとここを挙げましたけど、まあ、質問音とか数算数の問題ですね。まあ、こういう問題を使って評価しています。で、このグラフはですね、あの実際に LLMJP で今開発しているモデルを LLMJP エバルで評価した結果です。これ、線が4つあるんですけど、下からその、えっと、モデルのサイズの大きさの違いですね。青いのはその、えっと、1.8ビリオンだから18億パラメータですかね。 で赤っていうのが一番大きいもので172ビロンだから1700億パラメーターのモデルでしてこの赤いのまだ学習終わってないんですけど最終的には同じとこまでここにあ横軸がその学習の単語数、まあ、トークン数と呼ばれるもので、えっと、さっき言ったように2兆トークンで学習することになってるんですけど下の小さい、F、3つのモデルはもう学習終わってるんですが、まあ、この赤いのがこれからどこまで伸びるかなってことですね12月ぐらいに学習が終わる予定です で、一番上のこの点線が GPT-4 の評価結果。で、次の線が GPT-3.5 の評価結果なので、まあさすがに GPT-4 はかなり性能が良いんですが、まあこの GPT-3.5 にどこまで迫れるかという感じが見えると思います。はい。で、 もうあと2分しかないので、最後のところ大規模言語モデルの利用ということですけど、まあ、皆さんも様々使ってらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、私が思うにまあ大体この5つぐらいのパターンがありうるかなと思っています。 でえーっとまあ、これはまあ多分言うまでもないと思うんですけど、まあ、いわゆるサーベイとかです、ね、ブレストサーベイみたいなもので、まあ、対話的に使うことで、まあ、特に自分と違う隣の分野とか違う分野の情報ってなかなか入手するの難しいんですけどあの非常に専門的なことでなければかなりの部分今の技術で回答できるようになっていると思います。 でこれはどううでししょう使っっていいる方いらっしゃいますかねその今の大規模言語モデルってあのプログラムを書く、まあ、Python とかメジャーなプログラミング言語ですと、まあ、割と正確にプログラムを書くことができるのであの最近のプログラムを書くときっていろいろライブラリ調べたりとか API 調べたりとか結構めんどくさいんですけど、まあ、そういうの全部すっ飛ばしてこう、まあ、こうこういうことやりたいっていうふうに指令を与えると、まあ、Python のプログラムとかだったらパッと書いてくれる、まあ、結構間違うことはまだあるんですけど人間との人間と え大規模言語モデルがこう繰り返し、えー、インタラクションをすることで割と効率的にプログラムが書けると思います。でこれは先ほど最初にお話したような例えば、えー、とタンパク質化の相互作用であったりとか、えーえー、遺伝子と病気の関連性みたいなものを抽出するみたいなものを昔は学習データ一生懸命作って機械学習でモデル作ってってやってたんですけど、まあ、今ですと。 まあ自然言語処理今ですと大規模言語モデルを活用すれば、まあ、あんまり学習を頑張ってやる必要なくある程度のものが作れると思います、まあ、うまくそのプロンプトを設計してあげることでこの大規模言語モデルを使ってテキストから情報を抽出するっていうのは割と簡単にできるようになっていると思いますで情報抽出だけじゃなくて、えって、と、センティメントアナリシスっていうその、えっと、ポジティブネガティブの判定であったりとか自動要約とか まあなので、例えばアンケートデータの要約みたいなことは昔難しかったと思うんですけど、今はかなり簡単にできるようになっていると思います。で、これはちょっと違う、これは同じかな、あのこれはえっとさっきのタンパク質感相互作用のデータを LLM を使って構築しましょうっていう話ですね。まだ、あ、さっきお話ししちゃいましたね。で、これちょっとタイプが違うと思うんですが、先ほどトランスフォーマーっていうのは、 単語列が与えられた時に全ての単語ペアの関係性を計算してベクトルアップデートするっていうふうに言いましたけど、まあ、これって別に自然言語である必要は必ずしもなくってさまざ、あ、まな時系列データあるいは最近だと画像のような二次元のデータにも適用されますが、まあ、そういうデータに対して適用できます。なんでまあ あの分野的には多分 DNA とかの、えー、に対して適用した話が確かあったと思うんですけどもトランスフォーマーをまあそういう、まあ、DNA に限らず、えー、大規模な時系列データがあったらそれに対してトランスフォーマーを適用して、えーっとまあ、何らかの情報処理をさせるといったことが可能になっているというふうに思いますで最後これはおそらく一番、えー、関係あるところかなと思うんですが時間過ぎてるので簡単に話しますと あのおそらく今、一番最先端でよくやられていること、まあ、特に利用に関してやられていることは、単に LLM を1個使う、ChatGPT を使って何かやるっていうだけじゃなくて、その大規模言語モデルと他のいろんなシステムですね、もう各分野でいろんなシステム、例えば定理証明支援システムとか、データベース検索システムとか、いろんなものが開発されていると思うんですけど、まあ、それをうまく組み合わせて、いろいろ複雑な処理をさせる。 あるいは LLM を複数設けてお互いに情報交換をいろいろさせて複雑な処理をさせるということが割とよくやられます。であの最近その AI サイエンティストってちょっと話題になったと思うんですけど、まあ、これがまさにそれをやっていて、まあ、あの研究開発と各ステップに対してそれぞれ専用の LLM っていうのをこう用意してあげて、まあ、それをこう いろいろインタラクションをさせることで最終的には、えっと、研究のすべてのプロセスを自動化しようという、まあ、野心的な試みですが基本的にはさっき言った LLM とかいろんなシステムの組み合わせという話になってます。でそれに比べるとだいぶ小規模なんですけど、まあ、これは私のグループでやった研究でして、まあ、対話システムを構築するときに対話を生成するモデルに加えてその対話を答えをかあの回答を返すために必要な知識を別途抽出するような別の LLM というのを用意してあげて まあその2つの LLM がインタラクションすることでより良い回答を生成するというモデルです。はい。ちょっと時間オーバーしているので飛ばしまして、まあ以上、あの大規模言語モデルの仕組みを簡単にご紹介して、えー、はい、あの利活用の方法っていうのを少しご紹介させていただきました。はい。ありがとうございました。